はい、えー、こんにちは。あ、オワコンについて語る、えー。ホームステイ型民泊ホストのゆき子です。えっ、ー、と、この窓枠をですね。まあ、その。オワコンの、の、まるで、あの、鉄格子のように見立てて。あの、見立てたいと思います。で。あの、まずは、あの。そうですね。そのオワコンについて語る場合。あの、まあ、私が勤めていた場所。 勤めていた会社とかあとまあ私の実力のせいで、まあ、ちょっとオワコン率がどのぐらいっていうそういうことなので一般論ではないですであのトップバッターはですねあの、えー、と新聞社、えー、とミシシッピー州ビロク市にいた時に、まあそこにある新聞社って言ったら一つしかないんですけどもまあ日本人にはあまりなじみがまあないと思うんですけれども。 えとですね、太陽、あじゃあちょっと日本語と英語を混じって言いますね、太陽ヘラルドです。で、まあのまあ、新聞がオワコンっていうのは、まあ、まあ、いろんな人がまあ言ってると思うんですけども、まあ、私も実家を出てから結婚して以来、あの新聞って全然取ってないんですね。で、まあ、もちろんあの、SNS、えー、あれ、マイクロソフトは マイクロソフトニュースでしたっけそれとかヤフーニュースとかそういうのはまあ見ますけれどもであのまあ私が勤めてた太陽ヘラルドが、まあ、どんなふうにオワコンだったかというとあのみんな同じような人たち同じような経歴で出身も同じ出身高出身大学もみんな同じでであの。 まあそこで働いている人はずいぶん長く30年とか働いてたりしてであの何でしょうねまあ南ミッシッピー大学ユニバーシティ・オブ・サザン・ミッシッピーっていうと USM かなまああの南カリフォルニア大学の USC とはちょっと <laughs> 一文字違いでかなり違うんですけども。 まあそこ出てる人がお多かったで,す、ね、であのまあアメリカは最初の2年間はまあジュニアカレッジといってまああの近くの、まあ、短期大学コミュニティカレッジに通う例が多いんですけどもでその短期大学の学校の名前がですねあのミシシッピーガルフコーストコミュニティカレッジアット。 ジェファーソンデイビスだったかな？で、そのまああのジェファーソンデイビスって jd って風にまあ、皆さん呼んでたんですけども。まああのー？まあ、アメリカ南部の外の人が聞くと、ちょっとギョッとするような名前なんですね。まあ、あのー、いわゆる。そのまあ、南北戦争の時のまあ、南南軍の。 まあ、あの連合国の、まあ、最初で最後の大統領だった人の名前ですよねで、まあ、その人の名前が冠、まあ、されてるという <laughs> まあちょっとあの、まあ、私もちょっとあの道通りがかった時とかちょっとぎょっとしちゃったんですけれどもであのまあ まあ私,ああ私はもちろんあの新聞社って言ってもあの本当歌手みたいなあのアルバイトだったんですけどもどういうアルバイトだったかというとあの皆さん昔あれ1983年か84年のリチャード・ギアが出てる「あの愛と青春の旅立ちで」でそこの女の子たちが働いてるあの、まあ、印刷所。 ああいう感じ、あの音がうるさいあのシーン、まあ、あれと同じような、まあ、あのアルバイトだったんですね。名前、あのディストリビューションって言って、あのサーキュレーションの後のディストリビューションっていうことなのかな、まあ、そういうあのいわゆる 3K の仕事だったんですよ、きつい、汚い、かっこ悪い、あ、これ 4K になるのかな、そういうと。で、 であのじゃあ新聞記事を書いてる人たちはあのどうかっていうと私あの、てっきりこう全国から集まった、まあ、秀才みたいな人とかが書いてるのかなみたいにちょっと幻想を抱いてたんですよね、だけどもなんかあのどの人もこの人もあのそのジェファーソン・デイビス公、えー、あれ ガルフあミシシッピガルフコースと短期大学のあのそのそ JD うって高等学校のあれあ学校のこうですねそのジェファーソン・デイビス校からその南ミシシッピ大学に進んだなんかみんな同じようなあのまあ同じようなまあ出身で。 なんか、あの、まあ、新しい風がないっていうか、まあ、そういうところでしたね。まあ、私、あの、別に有名どこの新聞社とかで、あの、バイトすらしたことないですけども、まあ、私がいたところは、まあ、そうでしたね。で、あの、まあ、まあ、何、あの、まあ、私、最初、そこアルバイトから始めて、で、その後、あの。 あの、まあ、私はあの小切手と、えー、クレジットカードを扱う仕事だったんですね。購読料とかあとあの広告料、まあ、広告料って新聞広告、まあ、最初の2週間は無料だけどそれからはいくら取るみたいなそれの小切手とあの クレジットカードを扱う仕事だったんですけどもでそこにはまあ正社員でになれたんですよねそこのアカウンティングというかビジネスオフィスの方はところがその10ヶ月後にあのまあ私はまたあのバイトに戻されてしまったんですよねまああの私がしてた仕事のうち あの広告じゃなくて購読料の分をテキサスにある会社に移すからっていう、まあ、アウトソーシングだったんですねまあテキサスで人件費が安いって、まあ、どういう意味でしょうかねまあ,あの中南米系の人たちを搾取してる会社に頼んだっていうことなんですかね。でそんなでまあ私 アルバイトに戻ったんですよね。で、その。そうだ、あの新聞を取らされるんですよ。もちろん、あのお金払わなくちゃいけないんですよ。で、あの正社員にしてもらった時はそのま自分のまあ、自腹で。あの。えー、新聞購読するの？まあ別に構わなかったんですけども。 またアルバイトに戻され、まあ、同じ場所あの、まあ、同じ会計とかビジネスオフィスでだったんですけどあのバイトに戻された時はやっぱりいい,い,い感じはしなかったんであの、まあ、読解除をしたんですよねだけどもあのその「購読する」とか「購読解除する」っていうのちょっと別系統っていうかあの。 そのまあ私自身会計で働いてたんで何か言われるかなと思ったらまあ新聞配達の人から電話かかってきて「どうしてですか?」ってまあ聞くんで「私正社員からアルバイトになったからあの払えない」「I cannot afford」って言ったのかな、まあ、まあ払いたくないっていうのは本音ですけどもま払えないみたいにあの正社員からバイトに なったからって半分の時間しか働けてないからってことを言ったんですね。で,でだけどその間もあのなんか毎月なんかこう何で,、ね、でしょうえっ、ー、と誰々ちゃんのお誕生日の時に。 プレゼントを買うとかそういうのをやるやってたんで、まあ、女性ばっかりのまあ職場だったんで,でそういうのはもう正社員もアルバイトも関係なくまあ同じ金額を取られてたしなんかやっぱり悶々としたものとかはまあありましたよね。であの なんかこうまあ、私はやっぱりあの頃まだ若くて、まあ、真面目に、まあ、もちろん働くんですけども、まあ、あの辺、まあ、アメリカの南部とかって、まあ、怠け者が多いっていう評判ではあるんですよね。でそういうところであのもうちんたらやってる人なんかが。 なんかこういう人をバイトにすればいいのになとかちょっと思ったこともあったんですけどもだけどまあそういうあの何ですかねまあ私,が悔しあ私に悔しい思いをさせたまあ団体というかまあそういうところって必ず後でまああの。 えと没落してます、ね、もう、まあ、ザマーとしか言いようがないんですけども、まああのまあ、まあどういうことされたからあのなんかムカついたとかちょっとそれは省略しますけども、まあ、まあどういう没落かっていうと私たちがミシッピを離れた後34年後かなその時にえー ハリケーンカトリーナが来てでその,その1年後ぐらいかなマネジメントが変わってなんかこうかなりひどいリストラがあったそうなんですねまあ私だって準リストラにあったわけですからねその数年前にまあそういうことですねまああの、まあ、今の時代、まあ、新聞記者とか、まあ、そうプロのライターの人って まあブロガー、まあ、今でいうブロガーの人たちのことを、まあ、ディスってるんだかバカにしてるんだかちょっと分かんないですけどもまあ例えばそのテレビ局の人がユーチューバーたちをまあバカにするとか、まあ、そういう似たような構図がまあ出てくるのかもまあ知れないですけれどもね、まあ、まあそんな感じでございます。ということであの新聞新聞業界 全般というより、まあ、私が知ってるのはそこのミシシッピー州ビロクシーのそこの会社だけなんで、まあ、まあよその新聞社のことはどうこう言うつもりはないんですけどもまあそこの会社、まあ、私をまああのまあ準リストラされ準リストラっていうかあ,あでも準リストラって言っちゃおかしいかな。まああの 最初アルバイト次正社員でまたバイトでその後正社員になれなかった、まあ、そこはまあおみくじで言うとまあ大凶ですかねあのえっ、ー、と大吉大凶の、まあ、大凶だと思います、はい、ではあのまあそれでもねあの今こうしてあのまあまあ生きていけてるんでね、はい、あのこのビデオを見た方で あのまあ、今ブラック企業のせいで辛い思いをしている人とか、まあ、いらっしゃると思いますけども、まあ、あの下には下がいますのでね、まあ、私がいるんであゆうきこさんみたいな人がいるからあ私はまだ大丈夫僕はまだ大丈夫というふうに思ってくださいではあ今のおてては私の息子のダニエルですではありがとうございました、えー、皆さん一緒に頑張りましょう